与党は防衛費を増額するための財源として法人税、所得税、たばこ税の3つの税目で増税の措置を取ることなどを盛り込んだ来年度の税制改正大綱を先ほど正式に決定しました防衛費のための増税を始める時期は2024年以降の適切な時期とするにとどめていますそのほかにもエコカー減税の延長やニーサ 小額投資非課税制度の拡充などが盛り込まれました来年4月末に期限が切れるエコカー減税は適用基準を段階的に厳しくしながら2026年4月まで延長します岸田総理が掲げる資産所得倍増プランの柱になる NISA の拡充は年間に投資できる枠を今の120万円までから360万円までに拡大し 非課税期期間を無期限にしま,すまた国際的な合意に基づいて年間売上高が1000億円を超える多国籍企業の最低税率を各国に合わせて15%とし海外で課税率に不足があれば課税する制度を2024年度から導入します。